こんにちは、栃木のたけし農場です。昨日の続きですね。乾燥機出すと、回収します。で、昨日ね、この袋を5袋あげたんですが、5袋に収まりませんでした。でもまあざっと見た感じ2袋か3袋ぐらいでね、終わるんじゃないかなと思ってるんですけどね。まあこれから回収していきたいと思います。で、回収した乾燥機ダストは、この画面の真ん中にネギ、ちょっと草丈の長いね、緑がのベルトが奥に続いてると思うんですけど、その、ネギの右側が、ヘアリーベッジになってます。これは緑肥作物ですね。このヘアリーベッジの畝と畝の間に、今からね回収した、乾燥機ダストを散布したいと思います。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、乾燥機ダストのね回収終了しました。で、このね、屋根の先に雨どいがあるんですが、雨どいの方もね、清掃をやりまして、結局一袋半ですね。一袋半、ゴミがね回収できました。あと細かいの残ってますけど、今年塗装する予定なんで、塗装するときにね、きれいに、まあ、清掃してね、塗装をやりたいと思ってます。はい、この後ね、畑に散布していきます。動画の方はね、ここで止めます。はい、先ほどね、回収してきました、乾燥機ダストをね、これから、ヘアリーベッジの畝間にね散布します。よっぽいしょ。全部で1袋半ですね。ですからここ2列には振れないと思います。まあ振ってみないと分かんないんですけどね。濡れてると、濡れてるものとそうでないものがあるんで、適当に混ぜながらね。濡れている場所ですと結構大量に入ってしまいますので、ね、濡れているものと濡れてないものを適当に混ぜながら散布していきます。よっこいしょ。もうほとんど土になってますね、これはね。問いに詰まってた泥です。だからホコリとか塵がね、問いに詰まって長い年月かけて土になっちゃったんでしょうね。分解してね、すごいです。よいしょ。なんかいろんなもの入ってますね。まあいいや、あまり気にしない。はい、じゃあ行ってきます。
はい、動画は一回止めます。はい、肥料を置けてね、少し残ってますので、どうしようかな、ここまだ戻ろうか、全部振り切って終了にします。はい、乾燥機ダストのね、散布終了しました。で、このあと残りはね、もみ殻ですね、もみ殻を散布します。ただ今日はね、右側に映っている、ビニールハウスですね、巨峰のビニールハウス、ビニール外しますので、もみ殻散布はまた次の日、次回にということになります。はい、乾燥機ダストの散布ね、終了になります。お付き合いありがとうございました。